はい、皆さんこんばんは鉄道総合館です。本日はちょっと不可解な運行情報をお伝えしたいと思います。<music> えー、これえ十九時現在本日二千二十二年九月二十六日十九時現在の JR 東日本アプリでの 運行情報なんですけれども、こちら見ていただきますとですね。まず、湘南新宿ライン、逗子から宇都宮駅間、ホーム上の確認で運転に合わせ、再開予定時刻は19時というふうになっております。これを開くと、埼京線は、失礼しました。湘南新宿ラインは、 埼京線内でのホーム上確認の影響で横須賀線と宇都宮線の列車で運転を見合わせています。運転再開は19時頃を見込んでいますということで、まあ、これ埼京線が原因で運転見合わせなんでしょうというところですね。そして東海道線と高崎線の列車も19時運転再開見込みで表示がなされております。まあ、ただ 時刻すでに19時5分なんで過ぎてはいるんですけれどもで、えー、川越線がですね、えー、埼京線内でのホーム上確認の影響で埼京線への直通運転を中止して大宮川越間で折り返し運転を行っているというふうに表示がされておりますまあここまでは何ら普通のまあ埼京線で何かあったんだなという 感じだと思うんですけど肝心のですねこれ埼京線を開くとですね埼、えー、京線は池袋駅でのホーム上確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ております川越線への直通運転を中止していますというふうに表示が出ております遅れ最大48分え原因がホーム上の確認えどういうことでしょうこれ 埼京線が原因で湘南新宿ラインが運転見合わせになっている、まあ、場所は池袋駅ですね。で埼京線の運転状況を見ると遅れってなってて運転見合わせにはなってないんですよね。まあ、ただの間違いなのかそれとも何か別の理由なのかえ埼、ー、京線 と言いつつ湘南新宿ラインのホームで何かがあってっていう話なのかちょっと何とも言えないですけどこのホーム上の確認っていうのをですね実は今日昼間もありまして高崎線の吹上駅で非常停止ボタンブザーですねあのブーって音が鳴るやつあると思うんですけどあちらが止まらなくなって運転見合わせになると。 でその後運転再開したんですけどまた30分後ぐらいにまた同じ事象が出て運転見合わせになるなんてことがあったそうですちなみにこの影響で東海道線ですとか相鉄線直通電車にも遅れが発生していますで、えー、埼京線本当に止まってないのかっていうところで位置情報をちょっと見ていきたいんですけど 最強、えー、線の位置情報ですね。これあの大宮駅手前で入線しようとしている川越からの大宮折り返し電車が、まあ、入線できずに大宮手前で止まってるっていうのなんとなく想像がつきます。そして池袋付近を見ると、うん、止まってないのかどうかちょっと判断難しいんですけど、まあ、例えば新宿方面の電車、 えー、新宿池袋新宿駅間にも列車がいるので動いてるのかなっていうふうに想定できるんですよね。で逆の池袋から板橋に向かう列車これも池袋板橋間に埼京線の車両いるのでこれもなんとか動いてるのかなっていう感じがいたします。 となると多分ですけどこれは最強線ホームではなく湘南新宿ラインのホームで何か確認が行われてるんじゃないかなっていうふうに予想ができるんですが皆さんはどうお考えでしょうか是非何か情報をお持ちの方はコメント欄にお寄せいただければと思います。 ちなみに非常停止ブザーですが先日自分も東京駅で、あのー、経験いたしました結構大きな音が流れるそうですなので昼間吹き上げ駅非常停止ブザー壊れて止まらなくなっちゃったらしいんですけどあの音がもうずっと流れてたら相当大変だなと思いますはいということで今回は埼京、えー、線が原因で え湘南新宿ラインが運転見合わせなのになぜか最強線は動いているという不思議な運行情報をお伝えいたしましたこの動画役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録高評価コメントツイッターのフォローよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました